皆さんこんにちは。小諸市役所企画課市民共同推進係の高橋真子と大井香織です。今回は市内各区の活動や市の支援制度などについてご紹介します。小諸市には68の区があり、日頃から安心でお互い暮らしやすい地域づくりに取り組んでいます。ここで具体的に3つの区の取り組みをご紹介しましょう。志望田区では区民有志が区の協力を得て児童クラブを開設しています。約50名の児童が登録しており、地域の子どもたちが集い、地域の方とも交流ができる場になっています。また滝原区では区内の広場にあったバスにペイントするイベントや道路の整備活動を行うことで、子どもから高齢者まで大勢の区民が集う機会を作っています。一区では自主防災組織の中で防災バイク隊を結成し、災害時の情報収集や伝達などに備えています。このような地域の特徴ある活動のほかにも、消火栓や消火活動に必要な設備の設置、ゴミ集積所や防犯灯の設置や管理、回覧板や広報などの文書配布、ふれあい給食や支え合い活動など、私たちの暮らしにとって必要な活動が行われています。平成28年度からは市内を10地区に分け、それぞれの地区ごとに描いた小諸市総合計画第5次基本構想の実践が始まり、この計画にある地域別まちづくり方針の実現に向けた活動も進んでいますよね。例えばどのような活動ですか？はい、中部地区では地域の歴史と文化を学ぶため、地区内の街歩きや祇園祭りの学習会、北大井地区では浅間山の防災についての学習会、地元企業の見学とポールウォーキング体験、大里地区では飯綱山でのインスタグラム講習会など、区を超えた交流が広がっています。このような区や地区の活動をより充実させていくため、市内各区の連合組織である小諸市区長会では5月の総会をはじめ、新任区長研修、視察研修、全体研修や毎月の役員会を開催することで、さまざまな地域課題を一緒に考え、解決に向けた取り組みを行っています。また、市には区や地区での活動を支援していくためにいくつかの制度がありますので、ご紹介します。一つ目は区長会の活動に対する交付金、2つ目は区の集会所等の整備に対する補助制度、3つ目は市民活動促進事業補助金制度です。このほかにも区内清掃活動に対する道部新クリーン事業奨励金や、ゴミ拾い活動に対する環境美化交付金などの支援制度をご用意しています。市以外の団体による支援では、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備に対するコミュニティ助成事業や、地域の元気を生み出す事業に対して必要経費を支援する元気づくり支援金などもあります。ではここで先ほどご紹介いたしました市民活動促進事業補助金について詳しくご説明します。この補助制度は、市民活動が活性化することで、より暮らしやすい小諸市の実現に向け、市民活動団体が自ら企画して活動する事業に対し、資金面で支援する制度になります。市民活動とは、営利目的や政治宗教活動ではなく、不特定多数の利益の増進につながり、市民が自発的かつ自律的に行う活動になります。
補助要件にはどのようなものがありますか？補助対象となる活動の要件としては、市内で活動し、他の補助金等を受けていない事業で年度内に完了することなどが条件となります。補助事業の内容は、初めて交付を受けるチャレンジコースと、チャレンジコースを受けた後も継続的に活動を行っているステップアップコースの2種類になります。交付金はチャレンジコースが20万円、ステップアップコースが15万円の上限となります。現在平成31年度に実施を希望する団体を募集しております。2月7日18時30分から市役所3階第2会議室において応募説明会を開催します。応募期間は2月8日から3月8日までとなりますので、ぜひご応募ください。小諸市には長い期間をかけ多くの市民の皆様と作り上げた小諸市自治基本条例があります。この自治基本条例では、市民、区、市民活動団体、議会、市役所などのさまざまな主体が自らの意思と責任において自発的に行動し、お互いに暮らしやすい地域社会を共同で作っていくことを基本理念としています。この理念のもと、区と市では平成29年度から小諸市、区と行政の関係に関する規則を施行し、お互いが対等な立場のパートナーとして協働し、より良い地域社会を築いていくことに取り組んでいます。また市は地区担当者制度を設け、全職員が地域職員連絡会のメンバーとなり、各区には政府担当を配置して、区や地区での活動を市職員として、また住民の一人として参加し支援します。ある調査結果では、小諸市において地域行事に参加する子どもたちの割合は、小学生が 90%、 中学生が 60% でした。これは全国平均より小学生が30ポイント中学生が20ポイントも多い数値であり、小諸市においては子どもたちの暮らしに大勢の地域の大人が関わっていることが分かりました。このことは、これまでの地域の皆さんのご理解とご協力のおかげであると思います。これからも子どもたちの成長段階において、家庭、学校、地域がバランスよく関わっていけることが大切です。区への加入率の減少や区役員のなり手不足など、さまざまな地域課題がある中で、区は毎日の暮らしをより安全で心豊かにする組織であることをご理解いただき、区の活動に積極的に参加していただきたいと思います。ご協力をお願いします。